今日の歌のお客様はどうして歌っていただきました加藤典子さんです。ありがとうございます。頑張って歌いましたね、ちょっと最後失敗してしまいました。いやいや、これが実は来週からですね、はい、クレヨンしんちゃんのエンディングテーマになるということなんですが、来週からです。これはすごい勢いでヒットするんじゃないですか。あ、そうですかね。ありがとうございます。頑張ります、ね、頑張ります、はい、しかし衣装はもう夏ですね、すっかり。そうですね、ちょっと今日は寒かったですけど ねリゾートですね、はい、さあそして、写真集がこれ、はい、2冊目の写真集になるんですかね。2冊目になりました。はい、のりこ図鑑という写真集なんですが、はい、これは、どこでお撮りになったんですか。これはハワイのマウイ島行ってきました、はい、ちょっと皆さんにもお見せしましょうか、はい、こういうのもありますし、こういう感じのもありますし、はい、中には水着もあります、はい、ぜひ皆さん見て買っていただきたいと思いますが、はい、これすごい短い時間で撮っちゃったんでしょ。実はそうです、はい、2日半だったんですけど、はい、撮影が、うん、その間にバーって何点もの水着とか、うん、洋服とか着て、うんうん、大変だったんですよ。大変ですね、そして、ファンクラブが、はい、今設立準備段階、はい、タンポポというファンクラブができまして、はい、それで皆さん入ってくださいと。なるほど、今設立準備中ということで、はい、なんかどっかの政党みたいな感じがしますけども、はい、そして8月30日なんですが、はい、千里セルシーでこれ新曲のイベントがあるということですが、はい、この頃にはどうして結構売れてるでしょうね。そうですか、一緒覚えてくださいね、ぜひ。僕は毎週クレヨンしんちゃん見てます。だからまだ親になってないんですけど、来週から見ていい、はい、ずっと家で歌います。あ、ぜひ。近所でもずっと歌いますんではい、ということで皆さんもぜひね、来週から親になりますんで覚えていただきたいと思います。7月1日リリースどうしてを歌っていただきました加藤典子さんが歌のお客様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。8月30日は千里セルシーイベントです。